こんにちは、売れるカウンセラープロジェクトの北林です。私はカウンセラーさんの集客サポートを10年以上やっております。今日はですね、カウンセリング料金の値上げのタイミングとはということで、カウンセリング料金の値上げについての質問をいただいていたのでお答えしていきます。カウンセリング料金については結構質問多くて、カウンセリング料金の決め方については別の動画で多分2本くらい作っているので、そちらを参考にしていただければと思います。今回はカウンセリング料金の値上げについてのお話ですね。カウンセリングしていく中で値上げをしても良いのか、それから値上げのタイミング、値上げはどこまでするのか、この3つについて今日はお話ししていきたいと思います。まずですね、カウンセリング料金を値上げしても良いのか、ここについてなんですけど、私の考え方としては値上げをしても構わないと思っています。で、私がサポートしているカウンセラーさんの多くは、値上げはしてますし、ほとんどの方が値上げをしていっています。どちらかというと最初はとても謙虚な金額で設定をしている方が多いので、お仕事続けていく中でですね、値上げしていくっていう風な方が多くいらっしゃいます。なので値上げはしても構わないと思っています。あと値上げのタイミングですね。値上げのタイミングいつすればいいのかっていうことなんですけど、多くの先生の場合、まあ、カウンセリングを長くやっている中で、ちょっとなんか自分が今やってる金額だとちょっと割に合わないなとか、ちょっとしんどいなっていうふうに思い始めた時に値上げをするっていうことが多いです。はい。なので先生自身がちょっともうこれで割に合わないなっていうふうに考えていただいた時に、思った時に値上げするっていう方が多いです。私もこれで構わないと思います。うん。で、あと、値上げはどこまでするのかっていうふうなんですけど、まあ値上げを別に私はしてもいいっていうふうにお話ししたと思うんですけど、で、値上げする場合ってどこまで値上げするのか、いくらにするのかっていうところが、まあ、また気になってくることだと思うんですけど、私の考え方としては、カウンセリング料金ですね。料金、かける、人数。カウンセリングのクライアントさんの人数ですね。これが売上になるので、売上になるので、この売上が最大化するような人数、料金っていうところにしていければ良いと思っています。まあ、単純に料金を上げると、まあ、クライアントさんの数が減って、で、ちょっとその、なんていうのかな、この売上と、まあ、人数、料金を上げると人数が減るっていうことがあるので、で、まあ、それを料金を上げていっても人数が増えたりとか売上が増えていくっていうところまで値上げしてもいいかと思っています。なので売上が最大化するところまで値上げしていくと良いと思います。ただカウンセラーさんの、カウンセリングの先生の場合はですね、まあ、仕入れとかもないですし、自分がどこまで働けるかっていうところと、まあ、加味してどのぐらい値上げするか、売上を考えながら値上げをしていけば良いかと思います。はい。ここまでご視聴ありがとうございました。私のチャンネルではですね、カウンセラーさんの集客とか、まあ、開業カウンセラーさんの、集客、それから売上アップ、インターネットを使った、なんか SNS 集客だとか、Google 広告だとか、そういったことを中心にお話しさせていただいています。良ければチャンネル登録お願いします。あと、個別のコンサルティングホームページの作成などもしていますので、よろしければ LINE の、説明欄のところに LINE がありますので、そちらからご相談、ご質問いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。